休憩前に引き続き会議を開きます。引き続いて質問を行います。福地元弘君 皆さんこんこにちは広島県議会民主会政の口元です会戦後初の定例会において一般質問の機会を頂戴をいたしましたこと、中本議長、尾形副議長をはじめ先輩同僚議員の皆様方に厚く御礼を申し上げます。さて、5月19日から21日に世界各国の首脳がここ広島を訪れ、 核軍縮や世界経済、ウクライナ,ライナ情勢など国際社会における重要な課題について議論を行った G7 広島サミットが開かれました全国各地から警備等のために本県に来ていただいた警察や消防等の関係の皆さんそして何より広島県民の皆さんのご理解とご協力により大きな事故もなく終えることができました知事や警察本部長 広島サミット県民会議の皆さんなど、関係閣議に感謝を申し上げます。G7 広島サミットでは、各国首脳やメディアを通じて、広島の魅力を最大限発信するなど、一定の成果を挙げたと思います。しかし一方、各国首脳が平和記念資料館を視察をし、慰霊碑に献花するなど、被爆の実相に触れはしたものの、 核抑止の考え方が維持,された維持され、これまでと同様に現実的な対応をしていくとした核軍縮に関する G7 首脳広島ビジョンが発表されました。G7 サミットをここ、被爆地広島で開催する意義は、核兵器廃絶への大きな一歩を踏み出すことであるにもかかわらず、核兵器禁止条約に触れることなく、核抑止を肯定する声明が出されたことに、 被爆者等からは落胆の声も上がっています私は、被爆の実相に触れた各国首脳が G7 広島サミットを契機として、これから核軍縮や核兵器廃絶を進めていただきたいと思っておりますが、被爆,広被爆地、広島の知事として、今回の G7 広島サミットの成果や課題について率直にどう受け止められたのか、知事にお伺いをいたします。 そして今日は県民の皆さんから頂い,いた声を中心に質問をさせていただきますので、県民の皆さんに希望を与えるような明快なご答弁を知事にお願いをいたしまして、一問一答で質問を行いますので、ここで質問応援談に移ります。 知事湯崎秀彦君この度の G7 広島サミットでは、核兵器国および核保有国も含む各国の首脳に、平和記念資料館の視察や被爆者との対話を通じて、被爆の実相に触れていただき、世界平和の実現に向けたメッセージを発信していただくとともに、 各国首脳が揃って慰霊碑に献花する様子が全世界に報道されました。このことは、世界中の多くの人々が核兵器の問題について想起する機会となり、大きなインパクトを与える歴史的な成果があったと認識しております。また各国、各首脳個人の内面にも、この広島での経験が深く残り、今後、核兵器に対する考え方や、具体的な行動に長期的な影響を与えるようなインパクトがあったのではないかと思っております。 さらに核軍縮に焦点を当てた広島ビジョンは、サミット初の独立文書として発出され、G7 首脳が核兵器のない平和な世界の実現に向けて取り組んでいく決意を改めて世界に示したものであり、大変意義深いと考えております。一方で、広島ビジョンにおいて核抑止について現状肯定的と受け取れる内容になっている点や、核兵器禁止条約への言及がなかった点につきましては、 核軍縮の進展に向けけてて課題が残ったと受け止めておりますこのため、県といたしましては、広島サミットで醸成された核兵器廃絶に向けた機運を生かし、核兵器に頼らない安全,ししい安全保障政策づくりを進めるとともに、日本政府に対して、早期の核兵器禁止条約への署名批准、 少なくとも同条約の締約国会議へのオブザーバー参加を粘り強く求めてまいります。今後とも広島被爆地・広島の知事として、核兵器のない平和な世界の実現に向け、しっかりと取り組んでまいります。以<上>福知元君はい、あの まあ、粘り強く取り組んでいくというようなご答弁をいただきましたけれども、県、まあ、として、えー、核兵器廃絶に向けて、えー、引き続き、えー、しっかりと取り組んでいただくように要望いたしまして、続いて、えー、被爆80年に向けた取り組みについて、えー、お伺いをいたします。えー、2年後の2025年は、被爆80年を迎え、昭和で数えると昭和100年となる節目の年にあたります。えー、知事は就任以来国際平和拠点広島構想を策定し 核兵器廃絶と平和構築に向けて、広島レポートの作成・公表、世界平和経済人会議広島や、広島ラウンドテーブル等の開催、平和創造機構広島ホープの設立など、さまざまな取り組みをしてこられました、広島県として最大限努力していることは認めますし、一定の成果が上がっているものと思いますが、一方で、一般県民の多くにとって、インパクトのあるようなイベントをやったようには思えておりません。 過去に県議会でもかなり議論になった平和広島発信コンサートあるいはワールドピースコンサートは開催されはしましたが個人的には思っていたよりもインパクトにかけるイベントだったように思っております被爆75年の2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で大きなイベントはできませんでしたが被爆80年の2025年にはこれまで開催例のない広島出身著名人だけを一堂に集め 日本中の注目を集めるようなインパクトのある平和イベントを開催していただきたいと思っております知事として被爆80年の大きな節目の年に何かこれまでにないイベントをやろうという考えをお持ちなのかお持ちであるなら具体的にどのようなイベントを開催しようと考えておられるのかお伺いをいたします<上>知事湯崎秀彦君 2年後の2025年には、被爆80年の節目を迎えるとともに、現在平均年齢84歳を超える被爆者の方々の高齢化がさらに進み、被爆体験や核兵器廃絶への訴えを直接聞くことができる機会がますます少なくなっているものと認識しております。また、本県が2030年以降の次期国連開発目標に、核兵器廃絶が位置づけられることを目指して取り組む中、 国際社会ににおきまましして次の目標設定に関すするる議論が本格,し本格化し始める時期と予想されますこうしたことから、2025年は国際社会に向けた発信力の維持・強化が一層重要になってくると考えており、被爆80年の機会を捉えた平和の取り組みを今後、具体的に検討してまいりたいと考えております。 市長福地基博君。平和、はいえー、80年、まあ、本当に節目の年ですし、まあ、今、知事がおっしゃられたように、今後の社会世界の情勢を踏まえて、しっかりと世界から注目を集めていただいて、インパクトのあるような、平和につながるようなイベントをやっていただくように、要望して、次の質問に移りたいと思います。 次の質問は新型コロナウイルス感染症対策の継承についてであります。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が五類感染症へと移行され、マスク着用は個人の判断、県が設置していた無料の PCR センターや宿泊療養施設もなくなりました。ここれままでで第第1波波波から第8波まで感染拡大の波が起こるたびに コロナ対策として多くの予算がつけられ、さまざまな対策や事業が行われてまいりました。PCR 検査やワクチン接種、病床や宿泊療養施設の確保、感染症拡大防止協力支援金など、事業者への支援等々、昨年度までに行われた施策への累計額は5480億円余り、さらに今年度の当初予算でも709億円余り。 この度の6月補正予算でも95億円よ、引き続き必要な経費として計上をされております。これだけ多額の事業費を執行してきたわけですから、それぞれの事業効果等の検証はもちろん、今後、新たなパンデミック発生にも適切に対応できるよう、感染状況の把握や、保健・医療・療養体制の整備なども含めて、県として行った対応がどうだったのか、 様々な角度から検証を行う必要があると思っております県のホームページを見ても、施策や対応について、概要が記載をされているだけできちんとした検証結果は記載がありませんが、他府県では今後、新たな感染症によるパンデミックが起こったときに適切に対応できるよう、検証報告書等を作成して公開をしております。相談・検査・患者情報の把握や 疫学調査から医療・療養体制の確保等まで、多岐にわたる新型コロナウイルス感染症対応の詳細を振り返るのは、かなり労力,が労力を要する作業ですが、次のパンデミックに備えるためには、3年に及ぶ対応の経過や知見、生じた課題等を記録し、行政や医療機関、医療関係者等のみならず、社会全体とし共有し、継承することが重要です。 そういった情報の蓄積が今後、担当や知事が変わったとしても、いざというときに適切な対応ができるための備え,が備えにつながると考えます。そこで検証結果を作成、公表し、将来に向けて社会全体で共有、継承していくべきと考えますが、ご所見をお伺いをいたします。知事湯崎英彦君 新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、これまで8回の大きな感染の波を乗り越えてまいりました。この間、県民の皆様、医療関係者や事業者の皆様に、行動制限を含めた感染対策に取り組んでいただくことにより、感染拡大の抑制および重症者や死亡者の減少につなげることができ、改めてご協力いただいたすべての皆様に感謝を申し上げます。 現在、五類感染症への移行後の医療提供体制を確保し、次の感染拡大にも備えながら、これまでの取り組みの内容と、その実績や成果等について検証を進めているところであり、そこから改善の方向性等を明確にし、より効果的な感染症対策を実施していくことは大変重要であると認識しております。具体的には、過去3年に及ぶ新型コロナ対策における感染防止対策、医療提供体制、 ワクチン接種などについて総合的に検証しその結果を取りまとめて公表するとともに今年度策定する感染症予防計画に反映してまいりますこうした取り組みによりこれまでの新型コロナ対策で得られた知見を今後の施策に生かすことで新興感染症が発生した場合にも県民の皆様が安心して暮らせるよう地域の医療提供体制の確保に全力で取り組んでまいります 福知元博君公表検証を公表していくということでございますので、えーまあ、速やかにしていただいて次の今後の新たなパンデミックに備えていただくように要望して次の質問に移ります次の質問は中小企業等に対するエネルギー等価格高騰対策についてであります昨年9月電力ガス食料品等価格高騰重点支援 地方交付金により、エネルギー等の価格高騰への対策が講じられました。さらに本年3月28日、重点支援地方交付金の増額が決定をされ、効果的と考えられる推奨事業メニューとして、医療、介護、保育施設、学校施設等に対する支援、農林水産業に対する支援などが提示をされましたが、 その中に、中小企業等に対するエネルギー価格高騰対策支援として、特別高圧での受電によるエネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業の負担緩和や、中小企業の賃上げ環境の整備などの支援も含まれました。これを受けて、この度、6月補正予算において、特別高圧契約で受電をしている工業団地や、商業施設等に入居する中小企業等に対する支援金を支給する事業が提案をされており、 この点については評価をいたしますが、これから季節は電力需要がますます上がっていく時期であり、スピード感を持って事業に取り組んでいただく必要があると思います。さらに商業施設のテナント事業者など、小規模事業者にも支援を行き渡らせていかなければなりません。そこで特別高圧電気料金高騰対策。 中小事業者等支援事業を具体的にどう進めていこうと考えておられるのか、お伺いをいをたします併せてこうした事業を通じて、中小企業で働く労働者の賃上げにもつなげていく必要があると思いますが、実質賃金が13ヶ月連続マイナスという現実を踏まえ、県としてどのように対応していこうと考えておられるのか、ご所見をお伺いいたします。<上>知事湯崎秀彦君 ウクライナ情勢などを背景としたエネルギー等価格高騰により、価格転嫁の困難な県内中小企業は、依然として厳しい経営環境に置かれているものと認識しております。こうした状況の中、国の支援対象となっていない特別高圧契約で受電する中小企業をはじめ、工業団地、商業施設等にテナントとして入居する中小企業などが、価格高騰の影響を大きく受けていることから、 短軽減ののための支援を実施することとしておりますこの事業の実施に際しましては、県のホームページをはじめ、市長や産業支援機関、商業施設の管理会社などを通じた広報等を行うことで、支援対象となるすべての企業の確実な申請に向けて取り組むとともに、充実した審査体制を確保することで、支援金が早期に影きを与えるよう努めてまいります。 また、原材料やエネルギー価格等が高騰する中、中小企業が生産性向上や取引価格の適正化などにより、賃上げの原資を確保し、従業員へ分配していく取り組みを支援することが重要であると考えております。このため、この度の6月定例会におきましては、持続的な賃上げに取り組む企業の支援、中小企業の付加価値創出に向けた販路開拓支援、パートナーシップ構築宣言の普及促進、 観光事業者の生産性向上支援ななどに必要な予算を提案していいるところでございます今後につきましても、国や関係機関と一体となり、社会経済情勢の変化による影響への対応や、賃上げを可能とする環境整備の推進など、県内中小企業の支援に全力で取り組んでまいりたいと考えております。 福地基博君、はい、中小企業で働く皆さんにまでしっかりと賃上げが及ぶように県としてもしっかりとした対応をしていただくように改めて要望をして次の質問に移ります次の質問は2025年に向けた DX の推進についてであります平成30年9月に経済産業省が公表した DX レポートにおいて 各企業が抱える既存システムに関して、老朽化した既存の機関システムが DX を推進する上での障壁となり、2025年までにシステムの刷新をしなければ、それ以降、年間で最大12兆円の経済損失が発生する可能性があると発表されました。私は令和2年2月定例会の代表質問で、この2025年の崖の問題について取り上げ、県としてどのように対応していくのかとお尋ねをいたしました。 そのときの答弁は、広島県 DX 推進協議会などを活用して、県内企業に対し、既存 IT システムのセミナー、生産、あ失礼しました、既存 IT システムの発信等の検討を促しつつ、国の IT 導入補助金の活用による新たなシステム導入を促すためのセミナー、生産性向上に向けた IT 設備や、プログラム導入に対する、県費予託融資制度による金融支援などにより、 IT システムの2025年の崖のの年崖克服に取り組むというものでしたその後、経済産業省から DX レポート2の取り中間取りまとめが公表され、DX イコール既存システムの刷新が本質ではないとされたものの、2025年までに県内企業の DX を推進していくことで、県内の経済損失を極力減らしていく必要があると考えます。 そこで、県内企業の DX の取り組み状況についての認識と、2025年に向けた県の対応について、DX 推進本部長である玉井副知事にお伺いをいたします副知事、玉井裕子君。 県内企業の DX の取り組み状況につきましては、県内事業者の約80%が DX の必要性を認識されている一方で、約50%の事業者が DX の必要性は感じているものの、まだ取り組めていないという状況にあり、さらなる DX の加速が必要と認識をしております。こうした実態を踏まえ、昨年度、2025年度までを期間とする、広島県 DX 加速プランを策定したところであり、 特にに DX 着手できててていいいない事業者ののデジタル投資の後押ししを行っていくこととしております具体的には今年度、新たに自社の DX に関する課題や解決策を簡易的に診断できるツールの提供により、DX に自律,的自律的に取り組める環境の充実を図るとともに、DX 実践道場において、事業者の DX にかかる課題整理から、IT ツールの実装、実践までを 一気通貫で伴走支援してまいりますますた、生産性向上や新たなビジネスモデルの構築に向けた IT ツールの導入などのデジタル投資を資金面での支援,支援として、県費与託融資制度において、今年度からデジタル投資促進資金を創設したところでございます。こうした取り組みを通じて、事業者のデジタル投資の拡大を促進し、生産性の向上や サービスの高度化などの変革につなげ、全県的な DX を推進することで、県経済の持続的な成長を実現してまいりたいと考えております。議長、福地元博君。本県の経済、まあ、経済各企業の生産性の向上、あるいは県経済の発展。 そのためにも DX の推進は取り組まなければなりませんので2025年からさらに前倒しするくらいのつもりでぜひ取り組んでいただくように要望して次の質問に移ります次の質問は2024年問題に直面している事業者への対応についてであります2023年2月定例会で我が会派の高田議員が物流の2024年問題について取り上げ官民を挙げて早急に取り組む必要性について質問をいたしました そのときの答弁は、県として働き方改革実践事例の発信や、生産性向上支援などに取り組むとともに、広島県トラック協会が行う研修会やセミナーの開催など、運輸事業振興助成交付金を通じた財政支援を行っているというものでした。しかし、これだけで運送事業者が直面する課題が十分解決されるか疑問がありますし、2024年を来年に控え、スピード感に欠けるものと言わざるを得ないと思っております。 また2024年問題はトラックによる物流だけではなく長距離の高速バスタクシーなども含まれますが自動車運転業務に従事される皆さんが安全に安心して業務に従事できる環境整備が進んでいないことが人手不足の一つの要因ともなっています最近は交通事故のリスクを低減し安全運転を支援する衝突回避支援パッケージなどのさまざまなデバイスがあり一般車両には導入が進んでいるようですが トラックやバスは安全装備を装着している大型車はあるものの、高額なため導入が進んでおりません。安全面に加え、一般企業の平均労働時間より2割程度長く、平均賃金が2割程度低いと言われており、不安を感じる家族が自動車運転業務に従事しないよう進めるケースもあるようです。また、時間外労働時間の上限規制は、事故などのリスク低減という効果は期待できますが、 労働時間が今以上には増えないわけですから、満足のいく収入は期待できず、その結果、募集をかけても、新規雇用はなかなか進まないと思われます。特にタクシードライバーの皆さんからは、労働時間が減るだけで賃金が上がらなければ働き続けるのは難しいという悲痛の声も届いています。さらに、民主企業での荷待ちや宅配の再配達解消など、消費者の理解が得られなければ人手不足は解消されない上 運賃をを上げるるここととももできず倒産する事業者が増えることも想定をされます2024年問題に対しては、国や県、業界としても取り組んでいることとは思いますが、県に求められていることは、自動車運転業務に安全に従事できる環境整備として、従事者が休憩待機する場所の確保、そして、従事者が満足のいく収入のある仕事にするために、労働時間の減少に見合う賃金上昇分を支援するなど、何らかの対応が必要であります。 2024年問題の解決に向け、県としてさらに踏み込んだ対策を講じるべきと考えますが、ご所見をお伺いをいたします<上>商工労働局長、梅田康雄君。 複数部局にわたるお尋ねでございますが、私が代表してお答えいたします。2024年問題に直面している事業者への対応につきましては、運送事業者の労働環境の改善とともに、生産性向上による経営改善など、賃上げにつながる取り組みを国や関係機関とも連携して進めていくことが必要であると考えております。まず、労働環境の改善につきましては、 トラックドライバーの拘束時間の短縮や日帰り運行の実現のため、国において中継輸送拠点の整備が進められており、広島県内では本年3月に、一般国道では全国初の一般国道2号コネクトパーキング宮島が新たに事業化されるなど、国や関係自治体等と連携した取り組みを行っているところでございます。 また、県内企業の賃上げを促進するため、適切な取引関係の構築,構築などを目指す、パートナーシップ構築宣言の普及に向けた取り組みを行うとともに、物流の生産性向上を目指し、物流事業者や荷主企業が互いに倉庫を見学して、意見交換を行うワークショップを開催するなど、 作業内容の改善や標準化に向けたた支援を行ってきたところでございますさらに広島県トラック協会と連携し2024年問題に向けた対策と事例をテーマとする研修会や荷主企業に対する取引適正化などの理解を深めるための広報活動やセミナーの開催最低賃金の引き上げに向けた。 国が実施する業務改善助成金の周知などの取り組みを引き続き実施してまいります。今後ともこうしたさまざまな取り組みを関係機関とも連携しながらスピード感を持って進めることで運送事業者が直面する2024年問題の解決に取り組んでまいりたいと考えております。以上、口元弘君。 はい、あの2024年問題は、まあ、物流の問題だけではないというのが、のも一つのこの質問の趣旨であります、タクシーの運転手、あるいは長距離バス、まあ、そういったところも含めてです、ね、しっかりと各業界、団体等も連携をしながら、えー、取り組んでいただきたいというふうに思っておりますので、ぜひその点もよろしくお願いをして、次の質問に行きたいと思います。 2024年問題、まあ、あのもう一問、次の質問は建設業の2024年問題についてお伺いをいたします。高齢化や労働人口の減少に伴う人材不足で長時間労働が常態化している建設業界も2024年問題を抱えています。トラックなどのドライバーと同様に、猶予期間が終わる2024年4月から建設業も時間外労働の上限規制の対象となり、 長時間勤務をはじめとした状態化した労働環境問題の解決が求められています。国土交通省は、建設業働き方改革加速化プログラムを策定しており、建設業に向けて働き方改革を実現するための具体的な施策を提案をしています。出勤2日等の休日を確保する後期設定、適正な労働時間の管理、建設キャリアアアップシステムの加入促進、 社会保険への加入の促進、IoT ・ ICT 研究を取り入れ、生産性の向上を図ることなどが提案をされておりますが、これもまた時間のかかる取り組みだと思います。2024年まで1年を切っている中、中小建設業者の人手不足回収に向けた担い手確保や、精進化による業務の効率化などに対し、行政として支援をしていく必要があると思いますが、どう取り組もうと考えているのか、お伺いをいたします。 土木建築局長、上田貴博君。本県の建設業におきましても、就業者の高齢化や若年層等の離職率の高さなどから、地域の守り手である 建設事業者のの担い手,確保,担い手の確保・育成が極めてて重要な課題であると認識しておりますこのため、本県の発注工事における、週休2日モデル工事や、快適トイレモデル工事の段階的な拡大により、建設事業者の働き方改革や、労働環境の改善に取り組むとともに、若手技術者向けのセミナーを開催するなど、人材の育成支援にも取り組んでいるところでございます。 また、本県では、計画、設計から維持管理までのあらゆる段階において、デジタル技術を活用することとしており、その一環として ICT 活用工事の適用拡大やデジタル、デジタルリテラシー向上のための建設事業者向けの研修など、生産性の向上にも取り組んでいるところでございます。さらに、令和6年度の建設業における時間外労働の上限規制の 適用開始のも視野に、今年度の入札契約制度の改正においては、発注者指定型の週,週休2日モデル工事を大幅に拡大するなど、取り組みのさらなる加速を図ったところであり、今後は建設業団体とも連携し、改めて時間外労働の上限規制の内容等について、建設事業者への周知を図ることとしております。引き続き続これらの取組を着実に進め 労働環境の改善や生産性の向上を図り、建設業の担い手確保、育成などに取り組んでまいります福しっかり取り組んでいただきたいと思いますが、建設業者のか、えー、問題に関連してもう一問、えー、中小建設業者への認定基準の支援についてもお聞きをしたいと思います。 現在、国においては、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する一定基準を満たした企業を認定するエルボシ認定制度、次世代育成支援対策推進法に基づき、一定基準を満たした企業を子育てサポート企業として認定をするクルミン認定制度、若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、雇用管理状況などが有料な中小企業を認定する 認定制度などの制度が設けられております。さらにこうした認定制度で認定された企業に対しては、公共調達において加点評価され、自治機会が増大するなど、有利に働くこととなっております。女性の活躍推進や企業による子育てへの支援、若者の雇用促進などを進める上で、認定制度は効果的ではありますが、本件の認定状況は非常に低く、 クルミン認定の県内企業は70社、エルボシ認定は19社、ユースエールは37社しかありません、特により認定基準の厳しいプラチナクルミン、これは県内1社、プラチナエルボシの認定はないという状況になっております。地方公共団体も国に準じた取り組みを実施するよう努めることとされており、 県から公共工事を請け負う建設業者は、経営実行審査を受ける必要があります。2023年1月に、この審査の改正が行われ、認定の取得により、評点が加点されることとなりましたが、中小建設業者からは、認定を受けたくても受ける余裕がないとの声を聞きます。審査の改正は、建設業における担い手の育成確保に資する施策として行われたものであり、 本県として、建設業における人手不足解消のためにも、認定の取得に向けた支援を行うべきと考えますが、ご所見をお伺いします<上>土木建築局長、上田貴弘君。女性や若者の活躍や雇用の促進は、建設業における担い手確保の観点からも重要な課題であると認識しております。 このため、本県の入札参加資格認定における広島県仕事と家庭の両立支援企業登録制度に対する加点評価や総合評価落札方式の工事における若手や女性技術者の配置に対する加点評価等担い手の確保・育成に向けた取り組みを行ってきたところでございます。また、若手・中堅職員を対象としたセミナーの開催や 建設業に興味を持つ女子学生と女性技術者との意見交換会の場の設定など担い手の確保の取り組みや労働環境の改善により建設業界への職の定着につながる取り組みを進めてきたところでございます引き続き、エルボシ認定などの取得も含め女性の活躍推進をはじめとした企業のさまざまな取り組みを支援し 本県の建設産業の担い手確保育成に取り組んでまいります。議長<上>、福地元博君。はい、あの建設事業者の担い手不足もさらにこれからあ深刻となるのではないかというふうにも思っておりますので、えぜひ県として最大限対応していただくように予防して、つ次,次の質問に移ります。 次の質問は介護支援専門員関連の法定研修への支援等についてであります。現在、国においては段階の世代のすべてが75歳以上となる2025年に向けて地域包括ケアシステムを推進をし住み慣れた地域において利用,の利用者の尊厳を保持しつつ 必要なな介護サービス等が切れれ目なく提供されるよう取り組みを推進していますそのためには、要介護・要支援認定を受けている人が、自立した日常生活を営むのに必要な援助や、適切な介護サービス等を受けられるよう、ケアプランの作成や、自治体やサービス事業者等との連絡調整を行う介護支援専門員等の確保・育成が急務となっています。 特に2018年度の介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員であることが要件とされ、現在は猶予期間中であるものの、将来的にはすべての事業者の事業所の管理者が主任介護支援専門員であることが求められています。こうした中、厚生労働省は、介護支援専門員に係る法定研修において、各都道府県 間で受講者負担に下がるため地域医療・介護総合確保基金の積極的な活用により、受講者負担の軽減や、研修を受,け受講しやすい環境整備に十分配慮するよう要請されています。一方、本県における介護支援専門員等の研修にかかる費用は、取得時の研修や更新時の研修など、すべての研修の費用が全国平均と、 を比較して高額な設定となっておりますえ最も安価に設定している県と比較するとおおむね2倍以上研修によっては3倍以上の価格設定となっており他産業に比べて収入が低い介護事業者にとっては大きな負担となりますえまた事業所によっては研修費用を負担しているところもありますが収支の厳しい事業所としても大きな負担になっているのが実情であります 本県では、研修費用の負担軽減策の一つとして、雇用保険における教育訓練給付制度を各種研修で活用できるように整えてはいただいておりますが、基本の価格設定が高いことから、給付制度を活用しても高い価格設定であることに変わりはありません。また他県県県との比較ににおいいててもも本県よりも安価に設定している県が 給付制度の活用を進めてててていいることから他県比較におおもメリットが薄れてきております居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、地域包括ケアシステムの推進において、その役割がより重要視されているにもかかわらず、国が進めている処遇改善の対象に含まれていないことや、研修費用の負担の重さなどから目指す職種でなくなりつつあります。 またそのような状況にもかかわらず、居宅介護支援事業所の事業運営においては、さらなる上位資格である主任介護支援専門員を管理者として配置をすることが求められています。もし、主任介護支援専門員の確保ができなければ、いずれ事業所を閉鎖せざるを得ず、介護サービスを提供できない地域が出てこないとも限りません。私は県として、地域医療介護総合確保基金を活用して、 主任介護支援専門員研修を含む、介護支援専門員関連の法定研修への支援を行い、受講者の負担を軽減すべきと考えますが、ご見解をお伺いをいたします。さらに、県民の皆さんが住み慣れた地域で必要な介護サービス等を切れ目なく受けることができるよう、県としてどのように取り組んでいくおつもりなのか、ご所見をお伺いをいたします,す健康福祉局長、岸田栄作君。 介護支援専門員および主任介護支援専門員は地域包括ケアシステムにおけるケアマネジメントにおいて中心的な役割を担っておりその確保と育成は重要な課題であると認識しておりますこのため本件におきましては介護支援専門員等の資格の取得や維持支出向上に必要な法定研修における受講者の負担軽減策として雇用保険を財源とする教育訓練給付制度の活用を推進しているところであり これにより、受講料が全国平均より下回ることから、制度の積極的な活用を受講者に働きかけてまいります。加えて、地域医療介護総合加工基金を活用し、法定研修の効果的、効率的な実施に向けて、研修カリキュラムの充実や、オンライン研修のための環境整備に取り組んでまいります。これらの取り組みに加えまして、働きやすい職場作りやイメージ改善など、 介護人材の確保、定着に向けた取り組みを推進することにより、地域包括ケアシステムを充実させてまいります長福地元宏君。 あのしっかりやっていただけるような答弁だと受け止めさせていただきましたけれども、やはり介護に従事されている皆さん、本当にたださえ報酬が低い、厳しい状況だと、そこからさらに他県よりも高いということになってくると、ますます従事しようという人が、方がいなくなるということは明らかですので、ぜひこの人手不足等に対しても、県としてできる限り、 施策を講じてていただくように要望し次の質問は、セルフキャリアドックの普及促進についてお伺いをいたします。現在、IT 化の進展や国際競争の激化など、変化の激しい時代であり、企業はビジネスモデルや事業内容を時代に合わせて変化をさせていかなければなりません。 一方で、労働者は一人一人が主体性を発揮してキャリアデザインを行い、自発的に職業能力開発に努めることが求められております。こうした中、平成28年に施行された改正職業能力開発促進法において、労働者自身が職業生活設計と職業能力の開発向上を行うことだけでなく、事業主が 労働者のキャリアコンサルティングを受ける機会の確保等の援助を行うことが謳われました。これを受けて厚生労働省は平成28年度から順次セルフキャリアドッグ導入支援事業や普及拡大加速化事業を実施し、全国の企業にセルフキャリアドッグを導入すべく支援活動を行っております。セルフキャリアドックは 企業がその人材育成方針等に基づいて、キャリア研修やキャリアコンサルティング面談などを組み合わせて、体系的、定期的に従業員を支援し、従業員が主体的にキャリア形成を促進する総合的な取り組みであり、またそのための企業内の仕組みのごことであります。そしてその実施により、企業としての人材活用目標と、従業員一人一人のキャリア目標等を調整し、結果として、 企業の活力、生産性向上と従業員のキャリア充実を両立することにつなげていこうとするものであります。セルフキャリアドックの導入により、従業員にとっては自らのキャリア意識や仕事に対するモチベーションの向上とキャリアの充実につながり、企業にとっては人材の定着や組織の活性化につながる上え、企業が抱えるさまざまな課題、例えば、 新卒採用者の離職や中堅社員のモチベーション低下などの課題解決につながることから、社員自身にとっても有益であるとともに、企業にとっても継続して実施することによって有益なものになると期待をされます。しかし、残念ながら、県内で導入している企業は少ないようであります。そこで、県としてセルフキャリアドックを導入している企業数を把握しておられるのか、 把握しししてておおらられるるなら何社程度導入していいいのかお伺いをいたします併せてセルフキャリアドックを県内の企業や労働組合、業界団体等に広く復旧促進していくべきと考えますが、どのように取り組んでいこうと考えておられるのか、ご見解をお伺いいたします商工労働局長、梅田康夫君。 セルフキャリアドックの普及につきましては、国との連携により、県内の取り組みを含む、工事例の紹介は行ってきたものの、導入企業数については把握できておりません。一方で、DX の進展等による産業構造の転換に伴い、労働需要が大きく変化する中で、現在、公、労、市で構成する広島県リスキリング推進検討協議会におきまして、 企業が主導するリスキリング等の能力開発に関連しセルフ、セルフキャリアドックの趣旨である従業員の自己実現やキャリア形成支援も重要な視点として議論を行っているところでございます。具体的には就業期間が長期化する中、従業員のキャリア展望にも配慮し、管理職や人事部門と従業員との定期的な個別面談や、 キャリアコンサルティングの実施などにより、企業の戦略等と個人のキャリア意識とのすり合わせを通じ、企業の成長と従業員のキャリア形成の両立を図ることの重要性や取り組みのポイント等を整理しております。今後、協議会の最終報告を経て、リスキリングの参考指針としてガイドラインを作成する予定であり、セルフキャリアドックの趣旨と合わせて、 企業や労働組合、業界、団体等へ積極的に周知し、キャリアコンサルティングを通じた従業員のキャリア形成支援について、理解促進および普及啓発を図ってまいりま以上、委員長福地元博君。 はい、あの企業者はまあ把握できていないということなんで、まあ、できれば把握をしていただきたいということをお願いをしておきますけれども、まあ、やはり、まあ、のご答弁あったとおり、企業にとっても、従業員の皆さんにとってもです、ね、メリットのある制度だというふうに思っておりますので、えー、さらに前向きに取り組んでいただくように、要望して最後の質問に移ります最後の質問は、踏切の待ち時間短縮に向けた支援についてであります。 11年前、広島市西区井の口3丁目の JR 山陽本線鈴ヶ峰、ねえー、踏切で通学中の女子高校生の死亡事故が起こりました。以来、幸いにして事故は起こっておりませんが通勤・通学時には長時間待ちきれずにポールをまたいで踏切を渡る姿を見ることがありいつまた事故が起こっても不思議ではない状況に変わりはありません。 事故防止の観点から待ち時間を短くすることが必要です。さらに、踏切待ち時間による損失時間の合計は、全国で年間約5.5億人時間、国民1人当たり約5時間、この待ち時間による経済損失の合計は年間約1兆5000億円と試算をされています。踏切の待ち時間短縮は当然、CO2 排出抑制にもつながり、一石三鳥の取り組みであると思います。 踏切の安全性向上に向けた抜本的な対策としては関係自治体と JR などが連携をし道路と鉄道の立体交差化や踏切の廃止統合を進めていますしかし現在事業が進行している広島市東部東部地区連続立体交差事業の例を見てもその実現までに長い時間と莫大な費用がかかることは明らかです 一方、JR では踏切警報時間の短縮に向けて通称賢い踏切と言われる踏切警報時間制御装置の導入を進めています。駅のそばにある踏切は警報を鳴らし始める地点を通過列車に合わせて設定しているため停車列車の踏切警報時間が長くなってしまう課題がありましたが賢い踏切は通過列車と停車列車を判別し警報開始点を別々に設定することで 停車列車の警報時間を短縮することはできるというものです。JR 西日本では2021年度末時点で京阪新築の一部の線区で約220箇所に導入していますが、京阪新築と同等の保安設備に回収する必要があるため本県では導入をされておりません。私は広島駅など大きな駅の近辺や JR と広電が並走していて一つになっている踏切に導入すれば渋滞緩和。 事故防止、CO2 排出抑制、経済損失の防止などの効果が大きいと思っており、関係自治体や鉄道事業者等との連携強化を図り、踏切警報時間制御装置の導入支援など、早急かつ計画的に踏切の安全対策を講じるべきと考えますが、ご見解をお伺いをいたします。都市建築技術審議官、高橋正則君。 鉄道が複層し、遮断時間の長い踏切道や、交通量の多い踏切道につきましては、踏切事故の危険性、渋滞による経済損失、環境負荷などの課題を有しており、地域の実情等を踏まえつつ、関係者が連携して対応していく必要があるものと認識しております。こうした中、本県におきましては、交通安全対策基本法に基づきまして、第11次広島県交通安全計画を策定しておりまして、 開かずの踏切への対策や、高齢者等の通行の安全確保など、踏切道の安全性について、踏切の状況に応じた効果的な対策を、道路管理者と鉄道事業者が協力し、総合的に推進することとしております。また、踏切道改良促進法に基づきまして、県内の踏切対策を円滑に進めるために、中国地方整備局、中国運輸局、県関係士、 及び鉄道事業者で構成する広島県踏切道改良検討会を令和4年3月に設置しまして、緊急で対策が必要な箇所を洗い出した上えで、鈴ヶ峰踏切道を含む県内12か所を対象に検討を進めているところでございます抜本的。抜本的な対策としましては、広島市東部地区連続立体交差事業のような踏切道の立体交差化や踏切内歩道を拡幅。 などの事故防止効果の高い構造への改良などに取り組んでおるところでございますが、相当な期間と事業費を要することから、JR などの鉄道事業者による警報時間制御装置の設置なども含め、ハード・ソフト両面から対策を推進していくことが有効であると考えております。県とといたしまししまては引き続き続検討会等を通通じ関関係機関と連携しながら踏切道における交通の安全や 円滑を図るための対策を計画的に推進してまいります、はいえー、時間ぴったりなので、えー、しっかり検討していただいて、えー、東部連続立体交差事業はしっかり進めていただくように、要望して質問を終わりますご清聴ありがとうございました。 の際暫時休憩いたします休憩後の会議は午後2時5分から開きます